アケボのチョウ,チョウウオは、鈴木ョ,ョウウオ科に属する魚類の一種。種小名は、体側にある、多数の黒い点、和名は、水平線からの初行に由来する。幼魚スポットテールバタフライフィッシュよく、似た種に、スポットテールバタフライフィッシュがいる。両種は、外見上告示しているが、といった、相違点がある。雑色で、緑石のポリプを、主に、甲殻類。 藻類などを食べる。幼魚は死滅回遊魚として有名。本州で見られるのは、ほとんどが養魚である。冬季に水温が低くなるにつれて見られなくなり、夏になるとまた黒潮に乗って、本州沿岸で見られる。潮だまりより、漁港の堤防の側面などにいることが多い。自家採集の定番種でもある。水深3から20メートルのサンゴ礁、岩礁域などで見られる。 特に15メートル以前に多い。大群を作ることは稀だが、群れを作る。太平洋、インド洋、黄海に生息。生息域が広い割には地域による退職の変異が少なく個体数も多い。日本でも南紀から南で多く見られる。沖縄では普通種である。本種は古くから観賞魚として知られている。 毎年夏になると、本州の太平洋側の沿岸や関東近郊の伊豆や房総にやってくる本州は、自家最終化やダイバーを楽しませる。比較的鮮やかな色彩のため人気はある。ありがとうございます。